竹下登は、日本の政治家。議会は、正二、位。君党は大9位。島根県議会議員、衆議院議員、内閣官房長官、建設大臣、大倉大臣、内閣総理大臣、自由民主党幹事長、自由民主党総裁などを歴任した。自民党衆院議員で竹下派会長を務めた、竹下渡は、異母帝であり、孫は、歌手。 タレントとして活躍する大悟である。自由民主党の最大派閥であった、形成会の創設者。総理大臣としては、ふるさと創生1億円、消費税導入などを行った。リクルート事件により総辞職したが、その後も政界に、甚大な影響力を誇り、形成会支配の時代を築いた。昭和最後の内閣総理大臣であり、 平成改元の際の内閣総理大臣でもある。島根県石郡掛駆屋村に、父、竹下雄造、母、ただこの長男として生まれた。竹下家は300年続いた旧家で、江戸時代には商屋を務め、幕末の1866年から代々、作り酒屋を営んでいる。当は、竹下家12代当主である。父、雄造、祖父、義作りも、 地域の名簿家として活動しており、のぼルも中学生の頃から政治家になるべく、決意していた。1941年に、旧西島根県立松江中学校を卒業後、旧西松江高等学校を二度受験するも、不合格となり、第一和世田高等学院に入学。その直前の1944年3月、祖宝家の娘、 竹内正恵と学生結婚をする。二人は北区滝野川で新婚生活を過ごすが、8月に当は陸軍に入営正恵は掛屋の実家に帰した。竹下は特別操縦見習い士官の第4期生に志願、飛行第244戦隊に入隊した。同期からは南方の激戦地に配備される者も,もいたが、竹下は軽井沢、延山、 稲を経て1945年4月に、立川の少年飛行兵学校へ配属、少年飛行兵の地上訓練教官となるための基礎教練を受けて、7月1日付で、大津へ派遣され、ここで終戦を迎える。一方、1945年3月24日、実母、ただ子が41歳で、京都の病院で死去。妻を失った雄三は、 東京から戻ってきていたマサエに何かと干渉するようになり、マサエはノイローゼになる。店の番頭の勧めで、立川の塔の下へ向かったが、塔は、お前の方に問題があると一方的に失責マサエの苦悩に取り合うことはなかった。5月24日、マサエは、竹下家の自室で、首吊り自殺をして果てる。死亡診断書では、病死として処理された。 終戦後、当は、大津で、事務処理を終えて、8月末に帰郷帰郷後、雄三との間で言い,い争いが絶えることはなかった。しかしその感情のままに家を飛び出すことはなく、表立っては普通の親子関係を保ち続けた。1946年1月、当園の遠藤家から直子を5歳に迎える。ほどなくして、直子は、第一子を産むが、 結婚からわずか4ヶ月での出産で、党の実施としては、計算が合わないことから、実は、雄造の子ではないのか、と噂された。ほどなく、竹下は単身東京に戻り、壮大に復学する。壮大在学中、竹下は、造子がのアパート、幼い層に住んでおり、仲間を集めては、政治番義に講じていた。同じアパートを、 日本進歩党の新人代議士、小川判事が東京の宿舎にしており、小川に国政の話を聞き、その他郷里の代議士を訪ねたり、国会傍聴にも足を運ぶなどしていた。1947年9月に繰り上げで総大を卒業。卒業後は東京で新聞記者となるつもりであったが、小川に政治家を目指すなら、 郷里の青年をまとめることだとアドバイスされ、島根へ戻った。大学在学中掛谷村の農地委員に立候補し、当選。戦後の農地解放に、地主生まれでありながら率先して取り組む。帰郷後は、農地委員としての活動のつてで、青年団を組織、活動を始めるが、当時青年団の活動は、夕方から始まるものであり、昼間ブラブラしているのは、 世間体が悪い、ということで1947年12月より、地元、掛屋中学校の代用教員となる。しかし教育活動は熱心でなく、英語の授業としては、ローマ字を教えたくらいで、軍隊時代の話など面白おかしく話すことが、メインであった。生徒も年の近い竹下を、心安い、気さくなお兄さんとして接していた。メインの活動は、 青年団活動で、活動の企画をすべて立案した。青年団として、小学校の行動を借りての模擬国会、秋の収穫祭の際の喉自慢大会などを熱心に、行った。1949年には、石群青年団長に選ばれる。後に、竹下の側近として活躍した、野中広武とはすでにこの時代に知り合っている。 他にも鳥取県の野坂高県や千葉県の浜田、光一とも青年団活動を通じて親しくなり、国会活動の際には党派を超えた友情関係があったとされる。1951年、第2回統一地方選挙において、竹下は県議選出馬を表明する。当時出雲の政治、経済を仕切っていたのは、山林王地主の田辺長衛門で、竹下家は、 代々田辺家の中盤党を務めていた。雄蔵の根回しにより田辺は党の政界進出に協力する考えであったが、この時、イ軍区には田辺直系の勝部孝一が現職で立っており、田辺はあと一期待てと説得。しかし竹下は頑として聞き入れずに頼み倒し、半ば強引に立候補に踏み切る。落選すればその時点で、 政治生命が断たれる状態であったため、選挙資金を、首蔵の金庫から大量に持ち出して継ぎ込み、身の城を潰してでも大規模な遊説を展開する。必死の選挙戦の結果は、トップ当選であった。勝部はもう一人の新人候補に競り負けて、落選、正解を引退する。竹下は、県議を2期務めたが、通常の政治家のように、県議としての実績を背景に、 国政へと進むという路線は取らず、政治状況を判断しての最短ルートを選択した。まず、出馬にあたって逆らった田辺との関係を修復すべく、自民党の県支部の活動においては、県連会長の田辺に親身になって、世話をし、再び取り入った。また、県職員の名簿を手に入れて係長以上の名前を覚え、庁舎内を歩き回っては、 係長と話をした。ほとんどの議員は、議員控室に課長を呼びつける中で、自ら出向いてくる竹下は、職員の間でも評判が良かった。この評判は、選挙民からの陳情を処理するのに役に立った。また、自身に回ってきた役職も、同僚議員に回すことで歌詞を作った。結局、本会議の質問を行ったのは1期目の3回のみで、 二期目になると定例会議の大半を欠席していた。当時の島根の国政では、1955年の第23回衆議院議員総選挙で落選した高橋縁三郎が県土従来を期していたが、竹下は高橋の秘書を務めていた議刑から高橋の隊長が思わしくないとの情報を得る。 竹下はこの情報を得ると高橋の地盤を継承するべく動き、1956年に高橋が没した時には他の有力候補を押しのけて、竹下が後継の地位を手に入れる。竹下は県議を辞任し、1958年5月第28回衆議院議員総選挙に島根県全県区から立候補。 田辺がバックアップする現職の大橋武夫と票を奪い合うが、大橋を大きく上回る票を獲得し、トップで初当選を果たす。しかし選挙後に公職選挙法違反で24名の逮捕者が出て、支援や裁判対策、家族の世話などに追われた。その後も衆議院議員総選挙で連続14回当選した。また、 初当選時に選挙違反で非常に苦労した教訓から金銭関係の危機管理を徹底して事務所の運営は秘書の青木伊兵に一任した青木は竹下が現地を取られないように立ち回りつつ政治資金を調達分配しこの分配をもって後に竹下が政界全体を支配するに至る自民党内では田辺が戦前に 佐藤栄作と親しかった縁で佐藤派に所属。死と仰いだ佐藤と佐藤派五奉行の一人で総大雄弁会の先輩でもある橋本富三郎の長愛を受ける。1964年11月に佐藤内閣が誕生すると内閣官房長官に就任した橋本の推薦で内閣官房副長官となり時代を担うニューリーダーとして 次第に頭角を表す。また、長女、一氏が、金丸真の長男、安信に嫁ぎ、金丸真との名友関係はより一層強固なものとなった。この結婚は、佐藤栄作の妻、広子のすすめによるという。1971年7月、47歳で、第三次、佐藤内閣の内閣官房長官として初入閣し、佐藤大臣まで務める。 党内では佐藤派からの田中派の独立に参加し、後輩議員の世話に尽力して、派内の地方を築いていく。田中内閣の末期でも1月ほど内閣官房長官を務める。その後も三木内閣で建設大臣、第二次太平内閣で大倉大臣を歴任した。中曽根内閣では4期連続して大倉大臣に就任。 在任中は1985年にバブル景気のきっかけとなる先進5カ国のプラザ合意に参加するなどした。1985年2月、派閥領収の元首相、田中角栄に反旗を翻す形で、金丸らの協力を得て、田中派内に勉強会、創生会を結成。当初はなかなか煮え切らない、竹下の態度を、周囲は心配したが、 田中との会談中、俺がもう一回やってからお前が、やれとの発言に決意を固めたと言われている。短打中派の動きに激行した、田中の猛烈な、切り崩しに遭うも、田中はそのさなかに、脳梗塞で倒れる。やがて田中派内部は、派閥会長の二階堂進む派と、創生会派、そして、花井優和の中間派の三つに分かれる。その後、二階堂と、 竹下はしのぎを削るが、二階堂は、高齢で、資金力が乏しく、また、田中の意向が弱まった結果、中間派を取り込んだ竹下は1987年7月、形成会として、正式に独立。竹下派には田中派141人のうちの118人が、参加し、党内最大派閥の領収となった。 田中の意に反した竹下派への参加を潔しとしない田中派メンバーは徹底的に追い詰められ、田中派会長の二階堂を中心とする少人数のグループへと転落した。この時のメンバーだった橋本隆太郎、小渕慶三、梶山聖六、小沢一郎、羽田つとそして田中側近の小沢達夫に近いことから当初参加せず、後から参加した奥田慶は。 口が軽いと見られ、わせ田の後輩ながら誘われなかった、渡辺光三は後に竹下花菜奉行と呼ばれた。後の幹部に、野中広文、渡抜き美助、村岡健三らがいた。また、後に、民主党代表となる、鳩山幸男、岡田克也も、若手として所属していた。この頃、新人代議士となった、竹村正義、石橋茂は田中派新人候補として、 衆院選出馬を希望したが、滋賀県前県区山下元里、鳥取県前県区平林博さんが、それぞれの選挙区で田中派現職だったため、竹村には安倍派会長、安倍晋太郎を、石場には中曽根派幹部、渡辺道夫を紹介し国政進出のチャンスを与えた。1988年。 トロントサミットに出席訪米時に特別機として、チャーターされた日本航空のマクドネルダグラス DC-10 型機から降りる竹下と、妻、ナオコ形成会を結成した1987年の11月に、中曽根康弘首相の裁定により、安倍晋太郎、宮沢貴一の二人を抑え、第12代自民党総裁、第74代内閣総理大臣に就任。首相としては、 初の県議会議員出身者で、同時に、初の自民党を生え抜きであった。また竹下は、昭和最後の総理大臣でもあった。激しい党内構想を間近で見てきた経験から、政権発足にあたって、総主流派体制を、標榜を、総裁選を争った安倍を、幹事長、宮沢を副総理、増将に起用するなど、各派閥から比較的均等に人材を起用。 加えて、自派の強固な支えもあって、万弱な政権基盤を持つと考えられた、竹下内閣は、長期政権になるとの見方が、一般的だった。政権のスローガンは、気配り調整であった。主な施策では、全国の市町村に対し、1988年から1989年に、かけて、地方交付税として一律1億円を支給する。 ふるさと創生事業を実施。また、野党や世論に強硬な反対意見が多かった税制改革関連法案を強硬採決で可決し、日本初の付加価値税である消費税を導入。日米貿易摩擦の懸案の一つだった牛肉、オレンジについて、日米間の協議で輸入自由化することで合意の3点が挙げられる。消費税導入前夜、竹下は、 信仰のあった西部進に会い、竹下さんは地獄を見た方だから、消費税導入はできる。むしろ彼でなければできないでしょう。腹をくくれと迫られ、くくったとこうしていた。消費税導入と前後して、1988年に発覚したリクルート事件で、竹下自身の疑惑も浮上し、内閣支持率は、のきなみ10%を割り込んだ。 在界も石原春らが公然と竹下の退陣を迫る中、1989年4月22日、竹下が公表していなかったリクルート者からの借入金の存在がスクープされると身体が極まり、4月25日に内閣総辞職を表明。翌26日、秘書で竹下の金庫番と言われた青木伊兵が自殺している。 内閣総辞職直前には、竹下の邸周辺で、デモ活動も起きた。6月3日に、内閣総辞職に追い込まれた。なお、現職内閣総理大臣として、靖国神社に参拝しなかったのは、石橋丹山以来だった。首相辞職後も表向きは、玉拾いに徹する。と言いつつも、宇野宗介、海部都市記、宮沢喜一という歴代の内閣誕生に関与し、 ポストアマでは、自身の再当番も取り沙汰されるなど、政権に強い影響力を持っていた。しかし、1992年に、東京佐川急便事件が発覚。1987年の総裁指名に関連した、褒め殺しで知られる、公民党事件が報道されるなど、ますます政界不信が高まり自民党支持が減る、原因となった。 1992年10月、東京佐川急便からの5億円闇献金事件の責任を負って、金丸信が、議員辞職、竹下派会長辞任に追い込まれると、後継会長に、小渕恵三を押す派閥オーナーの竹下と、羽田勤を押す、会長代行の小沢一郎の主導権争いは、激しくなった。竹下は中立を守っていた、参議院竹下派に対する、 多数派工作などを行い、小渕を強引な形で後継会長に据えた。これに反発した小沢、羽田らが新派閥、改革フォーラム21を結成、竹下派は分裂した。竹下は国会で公民党事件に関して承認喚問を受けた。折から政治不信が高まり、政治改革関連法案の成立が急務となったが、 1993年の通常国会での成立が困難となり、小沢、羽田派は会期末の6月に宮沢改造内閣に対する不信任案に賛成し、自民党から離脱、新政党を結成した。そして同年7月18日の総選挙で、自民党は過半数割れし、新政党、社会党、日本新党などひじみ8党連立による、 細川内閣が誕生。竹下はこの選挙で自民党公認が得られず無所属で立候補したが、堺や大地による激励の手紙をばらまくなど激しい選挙戦を展開し、1位で13回目の当選を果たした。自民党は1994年の社会党との連立による村山内閣発足を機に政権に復帰。村山内閣誕生に、 竹下も深く関与したことから再び因然たる影響力を持つようになり、村山内閣後は竹下派出身者による橋本内閣、小渕内閣を実現させた。1999年4月5日、変形性脊椎症のため北里研究所病院に入院。以後、表舞台に出ることは少なくなった。代わって、竹下と同じ島根県出身で、 竹下の黒子と言われていた参議院議員、青木美紀夫が政界の実力者として取り上げられることが多くなった。要体は次第に悪化し、4月に小渕が倒れたとの一報を聞いたことも手伝い、引退を決意する。2000年5月1日、病床で録音した竹下の引退宣言のテープを、当時の小渕派の最高幹部たちが本人不在の中で、 記者会見において発表した。そこで、次回の衆議院議員選挙に立候補しないことを表明し、政界からの引退を宣言した。引退表明後は、議員で亡くなったことで気力が失われたのか、急激に弱っていったという。第42回総選挙期間中の2000年6月19日、北里研究所病院にて、膵臓ん 発表では変形性脊椎症による呼吸不全のため死去。76歳遺没。6月21日に築地本願寺にて密葬が行われた。法名は県政院尺等派手。選挙区地盤を譲られた異母帝の竹下渡るは西寄りや津らを退け当選している。竹下を忍び、生前交流があった関係者の行為、常罪によって、 7回期にあたる2006年5月、竹下昇記念館が建てられた。内閣総理大臣に就任した頃の肖像写真1988年、オランダ首相、ルードルベルスと田中角栄、わしは、おめえらみたいに、竹下を安っぽく使う気はない。大倉大臣を何回もやってもらっているのは、将来、自民党を背負って立つ人物だからだ。 国を束ねるのに、財布の中身を知ってねえでできやせん。幹事長は、それからだ。おめえらは、何もわかっていない。顔を洗って出直して来い。帰れ、鈴木宗を、竹下登る先生は、よくとっちゃんぼやとか、人柄がいいとか言われますが、ただニコニコしてたわけではありません。なかなかしたたかな人で、だからこそ、総理大臣にまでなれたのでしょう。汗は、自分でかきましょう。 手柄は人に渡しましょうとよく話し、それを実践した政治家でした。竹下先生は、政治の妬み、ひがみ、厄みが渦巻く世界で生き抜くためには、手柄を人に渡すことで、少しでもこのリスクを下げようとしたのでしょう。そのためには、日頃から一生懸命汗を流し、人のために頑張っている姿を見せることで、 いずれは必ず自分に帰ってくるはずだと考えていたのでしょう。自分の手柄を人のために回すだけの腹が据わっていれば、政治家の中で存在感が増し、古文も増え、政治基盤の強化にもつながっていきます。私は竹下先生のこの生き様から、権力を取るためには、並々ならぬ奥深さや忍耐を持って望まなければならないという厳しさを学びました。 竹下先生は、周到に気を配り、歌詞を作り、敵を作らない戦略と、根回しによって、着実に政治家として、上に登っていった、いわば人間関係の達人と言っていいでしょう。中山正明、大臣として、首相官邸の総理執務室によく顔を出していたが、いろいろ話をし終わって退出しようとすると、竹下さんからこんな声がかかるんだ。中山さん、 だいぶ忙しいようだけど、体には気をつけてくださいよと。ちょっとした一言だけど、周りの閣僚経験者に聞いても、こんなことを言う、総理の名は、一人も出てこなかった。たくまず、相手を、ほろっとさせる名人だった。仕事で成果を出しても、自己宣伝は一切なし。汗は、自分で、手柄は人にの言葉を聞いたことがあるが、すごい人だった、竹下本店。 島根県雲南市掛屋町12代、13代当主の表札が並ぶ玄関竹下家墓地、先生時系代同じ島根県出身の加藤、弁三郎は当園にあたり、おじさん、うと呼び合っていたという。ありがとうございます。